どうも皆さんこんにちは、簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。はい、ハニーさんと今日は一緒にお届けなんですけど、今日は我々どこにいるかというと、はい、箕面にいます。岐阜県の箕面にいるんです。はい、なぜいるかという話は、まあ、置いといて、外で、今日は夫婦でセッション、撮っていこうかなと思うんですが、ちょっと暑くなってきたね。はい、今川っぺりなんですけど、なんか釣り人がそこで釣りをしていたりたくさんのほほんとしてるね、川なんですけど、ここから秋ですから、はい、秋の童謡なんかをですね、今夫婦2人で今日は旅レレ持ってきて、旅に出てるから厚さ2センチの旅レレ大好評、今予約受付中ですよ。はい、薄レレでちょっと行こうと思うんですけど、今日はね、ほらこの本皆さん持ってますか。子供と歌おう簡単ウクレレソングブックですよ。はい、この本から童謡をちょっとねメドレーでいこうかなと思って、秋の童謡をね、はい、ゆっくりやるんで皆さんも一緒にやってみてくださいと。まず赤トンボな、114ページ、うん、115ページ、トンボの眼鏡、トンボゆれんちゃん、トンボたくさん飛んでる、トンボ実際飛んでますから行きましょうか。3拍子ですか、いきなり行きますよ。ワン、ツー、スリー、せーの、はい。夕焼け小焼けの赤トンボ、追われてみたのはいつの日か、山の畑の桑の実を、トンボが飛んでいる、籠に積んだ泡幻。もうちょっとゆっくり行こうか。はい、集合で出会わ嫁行き、お里の頼りも耐え果てた。はい、竿の先の釣りの釣り竿かな、そういうことか、違うか。せーの、はい、はい、どうでした、秋っぽい感じでできたかな、ね、この簡単な曲でもちょっと間違えちゃう。そうね、だ歌詞がさ、うん、覚えてるようで なかなかね。そうだね、あとこれ楽譜が読みなんで、ね、いつも見たりチェックしてないからね。そうだね、ペンカラーペン、そうだね、はい、でもトンボがねすごい目の前を、そうだから、トンボがここにいるのよ、ほら見えた今。だからなんかそういうことに意識がいっちゃうとね、あれあれってなるみたいなことがありますけど、いいですね、秋の名曲を子供と家族と一緒に。すごいトンボが飛んでるな、続けてまいりましょう。はい、次はトンボの眼鏡です、はい、トンボの眼鏡いきますか。こっちは4分の4拍子、はい、ワン、ツー、スリー、フォー。トンボの眼鏡は水色眼鏡、すごい秋めいてるんだけど、ちょっと暑くなってきた。暑いね、実際残暑厳しいなみたいな。まあまあ脱いでください、それ暑いですよ、ね、それは。じゃあ今日メドレーなんで、ちょっとボリュームたっぷりでまだいきますよ。次が、あ、いいですね、真っ赤な秋。まだ全然真っ赤じゃないけどね、まだ初秋だから、はい、いいじゃないですか。行きましょうか。あ、これいいよ、伸ばすの。いきなり歌から、はい、はい、次116ページですよ、子供と歌おう本の。せーの、3、はい。
真っ赤じゃないけど、そうね、これからまだちょっと早い、うん、はい、じゃがさん、しかし旅レレももうすごくないですか。本当よ、本当いい音してくれて、うん、これホテルの部屋で弾くのもマジでいいんだよね。ちょっとこの音量がね、もう出張が多い方、旅が多い方、本当旅レレすごいからいいです、はい。最後夕焼け小焼け、はい、これはすごいね、この楽譜もう短いの楽譜が、てかもうコードもね、すごい、そうコード3つでしょ、うん、夕焼け小焼けいきますよ。これも4分の4拍子。さあ今午前中だけど、そうね、秋の歌代表曲、ワン、ツー、スリー、フォー。夕焼け小焼けの赤、あ、間違えた、違うな、違うじゃん、夕焼け小焼け、間違えちゃった。これもパッケージしておきましょう、はい、夕焼け小焼けってさっきおかしい、これ真っ赤な秋とじゃない、なんだっけ、さっきやった、あ、受ける、なんだっけ、これまた違う曲じゃない、また違う曲だ、ね、やだ面白かった、まあいいじゃないですか、はい、こんなこともあります、はい、せーの、さん、はい、夕焼け小焼けで日が暮れ、全然違うし、やじゃないですか、ね、この曲かみたいな、秋の童謡唱歌、はいはい、4連発、はい、もうこのあと冬になるんじゃない、そう、次赤花のトナカイですから、そうなってる、季節にちゃんと乗っ取ってんですよ、はい、これこの本めちゃくちゃいいよ、子供と歌おう、これちなみにですね、リットミュージックの本がなんと20万部突破ということで、はい、全国でね、あのフェアやってますからね、ガズレールフェア開催、あとはアマゾンで、うん、ただいま9月30日までポイントアップキャンペーン、普段のポイントプラス 15% なんで、ぜひゲットしてください。これはね、一家に一冊です。もうこういう季節の曲とかね、親戚家族仲間友達が集まったらいっぱい歌えますから、はい、で、Gラボのウクレレたち、9月いっぱいまで一応ね、販売予約受付期間、まあ、最中です。旅レレ、今日は薄レレ、あとはもういろいろなモデルがあります。最強最高のオールハンドメイド、オールタンバンド、手作りウクレレ、はい、めちゃくちゃいいウクレレで、弾けば弾くほど育ってきますから、うん、外に持ってきてももうすごいいい音ですよ。そうですね、てな感じで、はい、概要欄チェックしておいてください。で、11月11日のね、名古屋のイベント、まだチケット大丈夫なのかな、ちょっと、一応告知しておきます、
ガズレレの日のイベント名古屋、めちゃくちゃすごい素晴らしいイベントになっております。チケット発売中です。ちょっとチケット残りわずか、うん、ちょっとこの アナウンスの最中にっていうこともありえなくもないかもしれないけど、うん、一応お伝えしてます、うん、はい、てな感じで今日はお外にやってきて、はい、ウクレレでこう奏でていったわけですけれどもですね、今日なんでここに来てるかっていう話もねするとですね、あの Kindle ってあるじゃないですか、うん、スマホで見れる本なんですけど、うん、それで本をね出したいなと思って、それの執筆活動のたびに今来てるんです。で私はですね長年書いてるブログをまたちょっとコンパクトにまとめて自分なりに、ね、そうでやり方も全然わかんないからゼロから調べながら、でも、うん、調べる前にまず原稿を書かなきゃってことで、これ原稿を書く缶詰旅です。そしてハニーさんは何で来てるんですか？私も本を出そうと思って。何の本ですか？手袋ウサギ。ないのそこに？ある。あ、じゃあ見てもらえば。手袋ウサギってハニーさんがあの自分でね軍手でねぬいぬいしてねぬいぐるみ作ってんですよね。でそれでいつも妄想してるんですよ。インスタグラムある？なんだあるよね、インスタグラム。インスタグラム概要欄に貼っとくんで見てもらいたいんですけど、そこでね、あ、今日、はい、ジムニーですよ。このジムニーで日本中旅してます。はい。あ、見せてあげて、カメラの前で。これ。はい。これは何さんですか？この子はモカです。大丈夫か、私。大丈夫だな、きっとね。モカ。ちょっと危ない人かも。うん。で、それ、これを3匹いるんだよね、お友達が。でそれのいつもね物語をねいつも妄想してるんです。そうなんです。それ本にすれば、絵本とかさなんか物語の本にしたらいいじゃんって言ったらもうテンション上がっちゃってです、ね、そういろいろ書いてんだよね。そうで2人して黙々と書いてるんです、文章を。ってな感じで1日集中して1日2日書く時間を設けようということで、ホテルに缶詰になる、その隙間を縫って今日はこの動画を撮っております。イエーということで、夫婦ですし、はい、今日の曲なんてコード3つとか4つの曲ばっかりだから、今日ウクレレ始めた人でも弾ける曲ばっかりです。すごかった、最後特にね、ね、うん、あの概要欄に誰でも始められるね、うん、スタートできる URL 貼っとくんで、うん、ぜひやってみてください、うん、ガズレレだったらもうウクレレすごい簡単に楽しくできますからね、よろしくお願いします。はい、はい、そして夫婦でセッションの再生リスト、うん、他にもいろんな曲ね、あの今日はねシンプル曲だけど結構すごいのやってますよ。ね、はい、めくるめく夫婦でセッションのアンサンブル、はい、ちょっと見てみてください。概要欄に再生リスト貼っておきます。ということで秋が始まるこの辺でちょっと外で秋っぽいトンボに囲まれながら、うん、オーディエンスは今日はねトンボと蝶々、そうモンキチョウ、モンキチョウがそこにいっぱいいます、うん、てな感じで薄れれと旅れれでお届けしました。はい、はい、じゃあね皆さん楽しく音楽して、今日あのいつも言うけど秋は音楽芸術の秋とか、確かに相性抜群、外で歌うのも最高ですよ、自然の中も最高だと、はい、そんな感じで今日はジムニーとともに歌っていきました。じゃあねバイバーイ。ラララー、いいじゃない、このゆるさ